ワイアンドット軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,615人であり、2000年の22,908人から1.3%減少した。軍庁所在地はアッパーサンダスキー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はワイアンドット族インディアンの言葉から取られており、 平原の周辺や半島の住人など様々に訳されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は407.55平方マイルであり、このうち陸地406.86平方マイル、水域は0.69平方マイルで、水域率は0.17%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ワイアンドット軍は、オハイオ州議会会員に、元軍監査官だったジェフ・マクレーンを、上院には、デーブ・バークを送り出している。マクレーンは、第82選挙区の選出議員であり、この区には、クローフォード軍全体とマリオン軍北部が含まれている。2008年11月の選挙で、初当選してから現職である。バークは、上院、第26選挙区の選出議員であり、 この国は北部8軍が含まれている。2011年7月から現職である。軍政は3人の軍政委員が様々な軍の部門を監督している。ワイアンドット・軍ズ・ワイアンドット・軍は下記13の軍区に分割されている。オハイオ州でも最大規模の太陽エネルギー発電所はワイアンドット・軍空港に隣接した80エーカーの敷地にある。 15万9000枚のソーラーパネルがあり、12メガワットの発電能力がある。2010年8月19日に、テッドストリックランド州知事の手で除幕された。制作は、ピーセグエナジーが言った。ありがとうございます。